こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていきましょう。ツイッチでいつも通り、行っております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ、アカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後、28日。21時頃に、YouTube にアップいたします。 YouTube のチャンネルは Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただきまして、チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。YouTube This Live Upload Two Days AfterYouTube My Channel Subscribed and Good Button Please。 そして旧 Twitter である X、 こちらのフォローもぜひお願いします。こちらも Twitch のアドレス欄にリンク記載してます。ツイートの、リツイート、いいねもぜひお願いします。 Xビジット、マイアカウント、アカウントフォロー&グッドボタン&リツイートプリーズ。はい、ではですね、今回も国際プロレスの試合ということで、1980年デビリッシュファイトシリーズ2回目ですね。11月5日、酒田市大会から始めていきましょう。まずは、高杉正彦と冬木博道ですね。このシリーズが本格的に冬木博道が試合に上がリングに上がれるようになりました。行ってみましょう。試合開始。さあ、ヘッドロック。お、DDT。ボディスラムから。戦闘音です。高杉。投げまして、アームホイップ。エルボーを叩き込む。ストンピングですね、冬木。ブレーンバスター、大技決まりましたが、まだ、ダメージ量としてはまだそんなにないか。風紀、おっと、飛び込まず、もったいない、コーナーポストに上がったんですが、ドープキック、高杉、ドープキック不発。シーツでは、まあ、先輩ということで、高杉がしっかり勝っております。さあ、腕を取る。第1試合は15分一本勝負です。ネックブリーカードロップ。
2を叩き込む。サイドネックウィーカードープ大技です。さあこれで空気のダメージ蓄積だが、ギロチンで応戦だ。ショルダースルー、高杉コーナーポストに上がって2位、ダイビング2位、その場で2位。さあどうするか、ロープに振ってエルボー、7分を経過。ノーザンライトスープレックス 2.9。 おっとフェイスバスターだ。大技が出ました。高杉パンチ、どうする。あっと DDT が勝った。冬木の勝ち。バックドロップ、冬木畳みかけます。ロープに振ってスピンキーだが、高杉がブロック。バックの取り合いからジャーマン 2.9。 ずっと隙をついて足4の字。そしてブレンバスターカバーに行きます。カウント2。お、ロートスープレックスかな。そう、ダイビングです。ボディープレス。カウント2。10分を経過しました。冬木、時短だれ、冬木ラリアット。そして、あと、投げられない。ボストンクラブだ。おっとヒップアタック、あとは技との攻防です。そしてパイルドライバーですね。これは大技。カウント2、まあ、耐えます。やり返す冬木。パイルドライバーストンピングからジャーマン、これは綺麗に決まりました。3カウント。冬木は綺麗なジャーマンで、シーツと反対に高杉を仕留めました。さあ次の試合、マッハ隼人と菅原信義ですね。シーツではマッハが勝っております。菅原信義は後はアポロ菅原になります。20分の一本勝負となります。では行きましょう。マッハ隼人対菅原信義のシングルマッチです。パンチ水天井だ。水天井です。スリーパーを放つ。エルボー、アームロック
スイーパーです。ショーダースルー、そしてブレーンバスター決まらず、逆に菅原返します。モニスラムからストンピング、サイドバスター、さあいつ出てくるか、マハの空中戦。ブラジル、おっとこれは菅原動きから爆中キック。さあシーツではマッハ隼人が勝っておりますが、おコブラです。菅原ブレンバスターです。さあたまらずマッハ場外、マッハ戻ってきました。さあアームロック、おっとスイーパー、同時目スリーパーですね。ユウの頃の戦法が出たか。ブレンバスターです。そしてサソリですね、これは。打ちます。もう再度サソリ、飛び降ります。お追い山が乱入だ。エルボー、ドープキー、串足です。これはどうしたマッハ。おっと引けのストレッチ技、ショルダー、大山ショルダースルー、エルボー打つ、マッハを助ける、崩れ落ちる菅原、バックドロップ菅原、起死回生、大山去っていきます。おバックブリーカー、ちょっと菅原疲れが目安し始めた。さあエルボーからコーナートップ、ローリングセントーンですね。ブレンバスターでまたマッハ場外へ戻ってきました。カバー、エビ固めます。カウント2。さあ第2試合20分一本勝負です。バックリップ意識してマッハを場外に出します。お逆さ抑え込み、2.9 惜しい。マッハのブレーンバスター。そしてコーナーポストに上げて、いや、ダメです。決まりません。ダイビングボディープレス。スリーカウント。最後はマッハが得意の空中殺法で。菅原からピンホールを奪いました。さあ次はですねタッグマッチとなります。井上寺西組対
カルロス・プラタ、そして大山活蔵という、ちょっと異色の組み合わせですね。対岸試合だ。30分ですね。はい。マイティ、これシーツでは多分大山が敗れたと思います。井上寺石組の勝利でした。では行きましょう。マイティ井上寺石勇組対カルロスプラタ大山活蔵のタッグマッチです。方々め、さあ井上とプラタですが、大山にタッチ。6分も経過しております。タクマッチ、寺石タッチ。おっと、振らないのか。振って井上行かないんだ。面白すぎるだろう。バックから攻めます。迷い込んだ。だからこれはプラタがもう目の前にいました。これでは決まりません。さあお腹を攻める。ダブルのブレーンバスター、たまらず井上場外へ。
角度。さあ、井上とプラタ。モンキーフリップ。鮮やかです。プラタ。ルチャさん。おっと、丸め込んだ。お、いや、プラタが丸め込んで、天使はカット。さあ、ネックブリーカードロップ、井上。ドバットから天使タッチ。そしてブレンバスター。ダブルです。そして関節攻撃。さあ、これは援護します。井上サイドスープレックス。またを関節だが、今度はプラタがカット。プラタと、手足です。関節見せますね。お、大山にタッチ。お、ま、乱入だ。誰だ？外国人。お、井上タッチ。さあ、ダブルをブレンバスターを食らう。井上をブレンバスターだが、何してるだけに攻められます。ダブルをブレンバスターです。そしてエルボー。ショルダースルー、タッチに行きます。お、丸め込むが、権利は手足にある。手足倒して足音の字です。さあ、井上が援護に入るが、追い山それを跳ねよけてカット成功。丸め込むプラタ。今度は井上がカット。キャメルクラッチですね。手足が。大山がようやくカット。さあ、入り乱れる展開になってます。井上とプラタ。ブレインバスターだが、スクッと立ち上がる。大山にタッチ。ちょっと井上に焦りが見えるか。井上バックマックリップ。お、ワンハンドバックリーカーかな。手足し飛んで巻き投げ一戦。おっと、これは2つですね。2つが乱入。大山とは争ってます。そして複雑井上のダブルをブレンバスター。天使タッチ。ブルドッキングヘッドロック。大山プラタイタッチ。これで、ね、まだ複雑残っている。さすがバックドロップ。20分を経過しております。この試合は30分の一本勝負です。ようやく帰ってきましたが、そこで井上が丸め込むが、井上じゃない、プラタが丸め込みましたね。権利があるのは、お、関節プラタと手足ですね。場外へ。だが井上が防御。その間に手足戻ってくる。プラタボディスラム。バックの取り合いから巻き投げ一戦。プラタ大山にタッチ。大山も手足も井上にタッチ。井上と大山です。バックドロップ。
が突き刺す。今度は大山はボディスラム、それからバックですが、これはフライングメイヤーで切り返します。丸め込む、だがこれはプラタがカット。20分以上の白熱した技が次々出る試合になっております。ブレーンバスターか。大山と井上がやり合います。おっと、ストバックブロー、井上戻ってきました。さあ井上からテンシータッチ、大山もプラタイタッチ。これは30分が迫ってきましたね。素早い、おっとワンハンドバックリーカー、寺西、そして綺麗なジャーマン、スリーカウント。寺西鮮やかなジャーマンで、プラタを破りました。このファイプロ内でお寺西はすごいですね。最強クラスかも。試合評価 90% となっております。さあこの日4試合目、最後の試合と言います、試合になります。カンスンヤンですね。韓国のカンスンヤンがなんとキラーカールクラップとぶつかります。まあクラップには勝てないですよね。30分一本勝負となります。では行きましょう。カンスンヤン対キラーカールクラップのシングルマッチです。さあまずは手四つの展開からスタート。さあ投げましてダイアット、ボストンクラブです。カバーに行きます。お、パンチに落とす。カバーに行きます。カートワン、バックドープ、
カースンやキラーカールクラップ相手に健闘しております。おっとキリだ、ラフサッポーキラーカールクラップ、プロ攻撃ですね。カスンヤの額から出血です。さあ荒々しいカバーに行きます。 2.9 お、エルボーです。おっと来て破り、外面かきむしりですね。ラフサッポさあ早めの決着をということでしょうか。クラップ、カウント2、さあクロー攻撃どうだ、カンスンヤン耐えられるか、決まってしまった。8分足らずで、クラップがカンスンヤンを料理いたしました。ということでクレーンクロー、クレーン攻撃強力。さあこの関数屋には残ってもらいます。続いては11月7日ですね、新潟県です。ちょっとあの英語でこのこれが何なのかっていうのは読めなかったんですが、多分まあ、あれ当てはまるとしたら小出町、現在の コシヒカリでおなじみの魚沼市ですねの中心部で、あった町です。まあ、この辺り小出郷と言われてまして、まあ、この英語の綴りが一致するのでおそらく、小出町じゃないかなと思います。小出町といたします。その小出で小出大会、寺西勇カンスンヤン対、独立グレン対津海五郎大山勝蔵です。これは関数30分かな、30分ですね。では行きましょう。テレンシーサム関数ヤング組対、鶴見五郎大山活動独立連帯のタクマッチです。パンチ、白タイツですね。手足とカンは同じタイツするのはしてるのは失敗だったかな。どっちか確かタイツを変えられたと思うんだけど、逆さ抑え込みカンスンヤン、力比べからエルボー。さあシーツではこちらですね、おそらく30分かな、20分かもしれませんが、ドローとなっています。これ時間切り引き分けなのか、
両者リングアウトなどの決着なのかわからないですが、両者リングアウトだと熱戦譜に損へ書くんで、時間へ引き分けを可能性ありますね。ボディスラム、急所攻撃、大山がエルボー、合体攻撃が目立ちます。独立グレン隊、グレンマスター、足踏みホールです。2.9 は危うし完成。ワンハンドバックリーカーです。さあ。アーブリーカー。手足入ってくる。手足カットです。完全に鶴見に一人にイオンにやられてますね。手足カン組、パーボウ、さあ手内者権利、鶴見を追い山にタッチ押します。ああ関節に入るっていうところを、さあ逆に鎌固め、鶴見手出しを攻めます。ボディスラム、追い山場外へ、追い山と手出し、ボディスラム、カバーに行きます。カウント2、巻き投げ、さあこれは三角締めです。だから権利がない、カン・スンヤンです。権利を持っているのは大山から鶴見たち。11分を経過、おっと飛び込んでダブルをチョップ、 ブレンバスターかカン・スンヤン。さあ両者戻ってまいりました。さあ今度は鶴見がカン・スンヤンを急所攻撃、カバーに行く、スリーカウント、12分、独立グレン隊のインサイドワークが光りました。カン、鶴見がカン・スンヤンをからスリーカウントを奪っております。さあ次はですね、ルチャの華やかな世界へご招待となります。マッハ・ハヤトとカルロス・プラザです。プラタですね。カルロス・プラターですね、まあ、メキシコ側のブッキングも
やっております。多分ムルンバはグレートムルンバも来てるんですが、グレートムルンバは残念ながらデータがありませんでした。それは置いておいて、マッハ、ハヤト、カルロスプラタのルチャ対決ご覧ください。こちらシリーズではプラタが勝利しております。早くもコーナー駆け上がり、巻き投げ、ドープキックですね。やっぱり軽快な動きしますね。パンチに立体殺法という感じです。当時のやっぱりプロレス界って、まあ、ウィル・マスカラスはもちろんのこと、藤波、新日本で藤波辰巳がドラゴン殺法をやったりしてましたからね。もあなたの動きとしてルチャに注目するのは悪くない流れだとは思うのですが、このシリーズ名がですね、レビリッシュファイトシリーズですからね、そこに華麗なルチャっていうのは結構なんかシリーズ名と合ってない感じはありますね。まあつまりシリーズと実際に参加する選手、ファイトスタイルで完全に これっていう狙いが定まってないとも言えますね。個人的にはこちらの方がこの時期であったら面白いと思います。さあ、じゃ、首四の字ですね。ブレンバスター。雪が11月だとそろそろちらついてもおかしくない頃じゃないでしょうか。結構寒くなりだしてきていると思います。新潟の小出って言ったらちょっと、信濃川の中でも新潟平野じゃなく山手にありますからね、盆地みたいな格好です。さあ同時目スリーパー、暖房装置をまともになかったでしょうから、会場寒かったんじゃないかな。さあコーナーポストに上がりまして、どうする、ん、低空ドロップキックみたいな感じでしょうか。さあどうだ、カウント2、おっとジャベだ、メキシカンストレッチ、フロントネックチャースリーみたいに投げますね。前にミサイルキック、カバーに行きます。 2.9、そして投げて巻き投げ一戦、プラタの本場仕込みの鮮やかな動きだが、マッハ・ハヤトもメキシカンストレッチへ対抗だ。カバー、おっと丸め込んだ、 2.9、 さあどちらが勝つのか。ああ丸め込む、2.9、 一瞬の共有。さあサソリですね、一瞬も目は離せない攻防となっております。ブレンバスター、
さあ、ルチャース、独特の動き。ブレーンバスターは立ち上がる。プラター、どうする？おっと、ジャワン投げっぱなしだ。さあ、ハーフボストン？コーナーポストに打ちつける。そして、串出しドロップキック。ここナイフつけて空中殺法、ボディープレス。逆に巻き投げ、逃げ逃れるプラタ。再びフロントネックチャンスリー。ブレーンバスター、2連発。軽快な動き、プラタ。もう一回同じ動きをする。まもなく15分経過です。巻き投げ一戦、ちょっとマッハに疲れが見えるか。場外へ。だが飛び技なし、普通に置いていきます。普通に戻っていきます。ちょっと間を置くか、カルロス・プラタ。おっと、ジャベだ。メキシカン・ストレッチ、どうだ？プラタ逃れます。そしてコーナーポストから、ローリング戦闘。おっと、ボディープレス。そしてハーフボストン決まりました、シーツと反対にマッハ・ハヤトがカルロス・プラタを破りました。カルロス・プラタひょっとして弱くない？これちょっと能力を見ないといけないかもしれないですね。さあ、この小出大会最後はラッシャー木村とアレックス・スミルノフですね。全タイトルマッチをやるので、その前哨戦ということなんでしょうね。シーツの結果はスミルノフの反則負けとなっております。45分一本勝負かな。いきましょう。ラッシャー木村対アレックス・スミノフのシングルマッチ、おそらくタイトルマッチの前哨戦です。
カバーに行きます。さあ、おっと、マハタンドロップ。バックドロップ、抱え込み式。おっと、これはハスチョークが入ってます。おっと、スタンディンググラッチ。ジャンピングパイルドライバーです。スタンディングクラッチ場外です。バックドロップ、ヘッドバットです。ボディスラム場外へ。お、戻します。クリーンな攻撃。ラッシャー木村、お、パンチを打つ。荒っぽいアレックススミノフ。さあ木村もやり返します。ダブルチョップ、そしてバックドロップ、後頭部を突き刺すスピンオフ。マハタドロップでスピンオフ。さあ一進一退、ブルドッキングウェットロック。今度はラッシャー木村得意技。まもなく15分です。これはチョークが入っております。いけません。おー、ブルドッキングヘッドロック決まりました。カバーに行きます。スリーカウント、木村クリーンホールです。前哨戦はスミノフに完勝となります。
位のブルドッキングヘッドロックが炸裂いたしました。さあ次へ行きましょう。次は11月8日ですね、新潟県新井市、これはですね妙高高原にあります。妙高高原のふもとですね、現在、周辺の市と合併して妙高市となっております。周辺の町と合併か。マッハ隼人対冬木ひろみち、15分一本勝負か。行ってみましょう。マッハ隼人対サムソン、後のサムソン冬木、冬木ひろみちとのシングルマッチです。アムロック、ボストンクラブ、カバーに行きます。カウントワン、ヒドロス、フィギュア投げるスピンキック、そしてラリアット強引に踏み込む、逆さ抑え込み、おっとクリティカルだ、スリーカウント、これ当たりどこが悪かったのでしょうかね。浅い早期決着、ちょっと、冬木あさりやいすぎてしまいました。さあ次の試合は、菅原信義、後のアポロ菅原対大山勝三です。こちらはまあ大山が勝っております。キャリアの差ですね。20分一本勝負かな。うん、そうですね。はい、では行きましょう。菅原信義対大山勝三のシングルマッチです。
作る。サイドバスターホナポストまで。チョプロ連打。大山後ろから後頭部からエルボーです。ダブルアームスープレックス。菅原のスープレックス鮮やか。さあバックブリーカーですね大山。そしてボストンクラブです。菅原サイドオーバースター。ヘッドバットですか。カバーに行きます。2.9 ヘッドバットカバーに行きます。 2.9 早くも終盤の様相です。バックドロップ高さがあります。大山今度はダブルアームスープレックス。早い時間から大技が炸裂しております。カウント2。おっとバックリーカーヘッドバットカバーに行きます。 2.9 さあこのシリーズは3本勝負がほとんどないですね。なので比較的スムーズに進んでいる感はありますが。カウント2。まもなく8分。バックリーカーカバーに行きます。カウント2。おっと菅原を額から出血だ。当たりが強いな大山。サイドバスター菅原追い詰めますが、さあ場外へ。菅原ちょっとフラフラ来てますね。間を置きます。菅原ここに大山のブレンバスターが決まりました。カバーにはいかない。フライングメイヤーで回避。ドロップキック。菅原そしてまたをバックリーカーカバーに行きます。カウント2。バックリフリップカバーです。カウント2。逆さ抑え込み。カウント2。さあ目を離せない試合展開。ブレーマスターでたまらず菅原場外へ。大山を場外に向かいます。バックリーカー場外で菅原登ってきます。大山をフラフラ来ている。12分経過。バックリップカバーに行きます。 2.9 さあ大山コーナーでチョプロ連打。おっと菅原のささかさ抑え込みだ。 2.9 20分の一本勝負です。こちら試合はバックブリーカーカウント2。コールの多い試合となっております。そしてダブルアームスープレックス決まった。どうだ。 2.9 大山肩上げます。バックリップカバー2球。カウント2。ヘッドバット連打カバーです。カウント2。場外へ。大山追っかけて場外向かってジャーマン。これは危険。デンジャラス
スララをバックリップでお返しですが、ちょっと大山の疲れが出てましたね。スララタフです。カバーに行きます。スリーカウント、場外での危険な投げっぱなしジャーマンなどありましたが、それを耐え抜いた菅原が最後はバックフリップからの体固めで3カウントを奪いました。フォール合戦の試合になりましたね。さあ本日最後の試合は津波五郎とキラカールクラップの一戦です。さすがにこれはあのクラップ勝利ですね。30分かな、30分だと思います。さあ行きましょう、津波五郎対キラーカールクラップのシングルマッチです。パンチ、キックで応戦、鶴見五郎。おお、ネックブリーカー、渋みホール。さあ外国人と組むことも多かった鶴見ですが、ここはクラップとのシングルマッチということになりました。デスバレーボム、バックの取り合い、おー急所攻撃、カバーに行きます。カウント2、お超攻撃、キラーカールクラップ、おっとフェイスバスターだった。カウント2。さあ罪はリズムで攻めております。パンチ、お引き上げ、フェンスバスター、パンチ2、またフェイスバスターだ。チンクラッシャー、
新ロックですね。蹴りです。おっとネックブリカー、足踏みホールハート22.5 ぐらいかな。まもなく10分、ジャーマン投げっぱなし、逆水平、ロープに振ってパンチかな。そしてクロー攻撃、さあ鶴見耐えられるか。鶴見動けない、危なかったな。結構鶴見クラップも疲れております。おー、サイド黒攻撃、さあ鶴見危うし、カバーに行きます。スリーカウント、なんとクラップに鶴見勝ってしまいましたね。ノータッチヘッドバットとなりますね。さあということで、一応公式戦はこれで終わりです。10日、1日空いて10日から富山高岡市大会、翌日休みなしで三重県四日市とかなり移動します。さらに岐阜市、これが反対ならまだ移動距離は少なく済んだんですがね。で翌日にもう鳥取の倉吉ですよ、交通不便なのに。で山口、西へ行って山口県萩市、休みなしでなんと大分の湯布院と、かなりハードな移動を10日以降知られるということになります。しかも10日から15日までは休みなしですからね。九州サーキットですね、その後は。で大阪の堺、若野新宮大会は IWA 世界ヘビー級選手権で、岡山ですね、で千葉公園体育館ですが、タッグ選手権が行われます。最後は、埼玉県深谷市体育館大会か、あのタイトル戦は組まれないということですね。なので和歌山県新宮市でタイトルが組まれて、もう一試合が千葉公園体育館ということで、あ、ま、東京の結構メジャーな会場はもう借りれなくなってきているっていうのが、これを見るとわかるんじゃないかなと思います。ジミー・ヤンも参戦してるんですが、何戦か見ていきますか。やっと
熊白尻。カバーに行く？ダイヤット。あらっぽい。首は同じ。蹴り。すか支え込みだが、ホールカウントがつかない。お？飛ぶ？いや、関節でした。あれ、ジミーアンってノアの選手だよな。なんで国際にいるんだ？チョークスラム。カバーに行きます。カウント2位。お、タフマンです。ダイヤット、エンズイ、蹴りです。おっと、落とす。フェイスロック。何やっと。ジミーアン一発。お、落とす。そしてボディープレス 2.9。 なんとかジミーアン逃れる。トラスキーク。お、パワーボム、ライガーボムみたいな感じ。 2.9。 蹴りです。エンズイ、DDT。 動き複雑な動きですね。ミスマスター、ショルダースルー。このポストから、おっと、ツイスターかな、ツイスタープレス。落とします。カバーに行く。ボディープレスです。 2.9 返します。逆さ抑え込み 2.9。加熱した視線、もう一回逆さ抑え込み。スリーカウント。ヒグマ塩尻を破りましたね。
ジミエヤン、油断できない相手じゃないでしょうか。動きがリズメな上にいくつか基本的な動きを組み合わせ、一つ技に組み合わせるのがすごい上手いですね。まあ国際じゃなくてノアの選手なんで、ノア、あれ？G1 はノアに行ってもらいましょう。え、外国人ジュニアだよな。一応そのようにしときましょう。さあ、そのジミーアンと誰がやろう。乱入してきた四ツ谷ですね。シングルマッチ。当たります。円髄、ビヨンの字、ドロックか。基本的な技なんですよね。とにかく攻めが、この腕を取る流れなんかも、これを組み合わせて試合を組み立てるんで、非常にリズメなレスラーと言えますね。ジミアン楽しみですね。ノアでは活躍、DDT、 これですよ。大気合戦、ストレッチプラムですね。バタフライロックかもな。おっと、ドラスクだ。これドラスクか。DDT、 そして首4の字、おっとダブルアームスープレックス、そしてフェイスロックです。
またはダブルアーム上がらない、リバースへ返す。おっと、エメラルドフロージョン、唐突に大技きますからね。さあ、コーナーポストに決めて、どうすんだ、これ決まった、雪崩式タイガードライバーだ。非常に危険な技です。お、しかし地味や、空中技、あと、だいぶボディアタックは失敗。お、足蹴り DDT、 そしてアキレス膝十字ですね。このポストからフロックスプラッシュ、カード22.5 ぐらいかな。さあどうする、飛ぶ、飛ばなそうですね。後ろからエルボー、これは手柵へ打ちつける。トラスキック、そしてムーンサルトアタック、カント2、ムーンサルトプレスか。お、バックブリーカーみたいな感じですと思ったら首4の字、飛ぶかなと思ったら首4の字だったんですね。これは隙を突かれました。お、またバックブリーカー、さあやるぞと言いつつやらない。トラスキック、このポストからツイスタープレース、カウント2、ツイスタープレース、だが起き上がりちょっと時間かかった。ドープキックは不発、逆さ抑え込み 2.9、 お、何をする、コーナーポストに押し上げてバックから、うん、半身になって両者ダメージ。さあエルボーとチップ合戦、ローリングエルボー、トラスキック、そして DDT、 エルボーの連打、カバーに行きます。 2.9、 そしてパワーボールかな、決まりました。ライガーボーイのパワーボール決まって、地味はまたも勝利。ジャンピングボムっていう技なんですね。寺西行ってみますか。面白そう、戦いが。試合開始。
和製カンペイティア寺西勇、6でスタミナを奪います。グランドヘッドロック、そしまして膝十字、お、そしてナタロック3、同じ倒しまして、足同じだった、ボディスラムチンロック、ボディスラム膝十字、そして巻き投げ一閃、チンロック、カバーに行きますが、ワンハンドバックリーカー、トップキックアフアツ2を叩き込む、丸め込むがカウント1、クブリカドープ、さあ今度はツイスタープレイス、鮮やかに決まった、カウント2、飛びます、場外線、蹴りや、あー、コンビネーションが鮮やか、ちょっと天使使いのやつか、前に落としていきます、そしてドープキック、トラスキック、ジャーマンは踏ん張ります、倒して足を同じ、カバーに行きます、あと2、おっと数落とし、そこか膝十字行く技もありますからね、手配信は蹴り、
あっと高いジャーマンスープレックス 2.9。 さかささえ込み 2.9。 今度は丸め込んだ 2.9。 さかささえ込みいってないし、スリーカウント、最後スリーカウントを奪ったのは寺西でした。面白いですね、このジミーアン。最後に鶴見で行ってみましょう。さあこのラフがどのように、また開くんでしょうか。早くも急所攻撃、さあヘッドロック、腕を取ります。頭の次は腕、足踏みホール、カバーに行く、チンロックです。B4 文字、アブリカです。おっと丸め込む、蹴りです。噛みつきだ、ジミアンの死体化出血、ジャーマン投げっぱなし、逆さ抑え込み、
ミスバスターです。そしてアフリカ、釜固め。さあ、うまく矢の攻撃をかしながら攻撃いってます。スリーペースなのか。おっと、急所、またアウブリーカー、腕を集中的に決まってしまった。そういう意味はさすがに強い、国際の選手強いですね。じゃあ、鶴見や寺西は強いのかも。ということで、今回ここまでとなります。次回、国際プロレス1980年のデビッシュファイトシリーズ3回目を行いたいと思います。さあ、富山から四日市、岐阜へとだんだんと南下していきます。果たしてどのような結果になるんでしょうか。以上になります。よろしければチャンネル、Twitch のチャンネル登録、高評価、Twitch のチャンネル、アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。 Twitch、ライブウォッチ、アカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後28日21時に YouTube にプレミア公開でアップロード予定です。Twitch のチャット欄にアドレス記載してますので、ぜひアクセスしていただきまして、チャンネル登録、動画の高評価等お願いします。YouTube チャンネル、This Live、Archive Up Two Days After、YouTube My、アカウントサブスクライブの&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。こちらもツイッチのチャット欄にアドレス記載します。アクセスを上、アカウントフォロー、リツイート、いいねをぜひお願いいたします。X、ツイッター、アカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールドお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。明日はウィニングポスト9/2021を行う予定です。また見に来てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。